ご飯が美味しいと思った国は危険やなって思った場所です。皆さんこんにちは、バシです。現在時刻は15時50分、私はパナマの国際空港にいます。本日はこれから首都パナマシティから南米ペルーの首都リマに向かいます。今回リマまでは直行便ではなく、コロンビアの首都ボゴタを経由して向かいます。そして乗り継ぎ時間に4時間ぐらいあるので、そこで2ヶ月半過ごした中米を振り返っていきたいと思います。自分の肌で感じた最も危険な国だったり、ご飯が一番美味しかったところだったり、人の感じが良かったところなどを共有できればと思います。今回使うのはコロンビアの航空会社アビアンカ航空です。さて、手荷物検査なども終えて無事制限エリア内の中に入ってきました。今回手荷物過去一で漁られましたね。まあパナマは中米と南米を結ぶ麻薬の通り道みたいになってしまっているので、その辺やっぱ厳しいのかもしれません。今回パナマは出国審査になるものはありませんでした。だいぶ時間遅れてますが、いよいよ搭乗です。今回オンラインチェックインで無料で席選べたんで窓側にしました。パナマ外は寒いんですけど、飛行機内めちゃくちゃ寒くて、ウルトラライトダウン着ざるを得ないぐらいです。さあ、これからとりあえずコロンビアまで2時間ぐらいのフライトです。さっき大雨が降ってきました。さあ、ひとまずコロンビア首都ボゴタのエルドラロ空港に到着しました。この空港は国際線の乗り継ぎでも手荷物検査 X 線によるものがありますので、仮に水持ってたとしたらそこでまた没収されます。ですごい余談なんですけど、コロンビアってまあ美人が多いって言われるじゃないですか。それ本当でしたね。めちゃくちゃ綺麗ですね、みんな。まあそんなどうでもいいことは置いといて、それではこれからこの動画の本題である中米の振り返りを行っていきたいと思います。今回私はベリーズは行っていません。メキシコ、グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカ、そしてパナマの7カ国に行きました。まずは旅の醍醐味の一つ、ご飯から紹介していきます。ご飯が美味しいと思った国はニカラグア、コスタリカ、パナマです。そしてこれには理由がありまして、主食がお米なんですよね。他の国は割とトウモロコシがメインだったりします。やっぱりお米で育った日本人としては、どうしてもお米が食べたくなるんですよね。特にニカラグアとコスタリカで食べられるガジョピントという赤いご飯と豆が入ったやつ、これが本当に美味しいんですよね。味はとてもシンプルなんですけど大満足です。でそもそも中米のご飯ってすごいバランスがいいんですよね。お米に加えて大きめの肉がついてて、野菜だったり豆が添えられています。そしてなんといっても味が薄いんですよね。私は濃い料理より薄めの味の方が好きなんで、もうかなり好みです。確かにスペインのパエリアとかイタリアのカルボナーラみたいに濃いのも美味しいの美味しいんですけど、やっぱり個人的には薄味の家庭的な味の方が好みです。あとこの3カ国以外でご飯美味しいところといえばメキシコですね。やっぱりメキシコ料理って世界遺産に登録されていますし、まあ、タコスはなんといっても美味しいです。私の一番のお気に入りはプエブラという町で食べたモレポブラーノ。めっちゃ辛いんですけども、やみつきになる味です。さあ、続いては物価について話していきたいと思います。まず物価が安いのはグアテマラ、ニカラグア、そしてパナマです。特にグアテマラとニカラグアはご飯は満足できる量で、だいたい700円ぐらいです。宿に関してはちょっといい感じのドミトリーでも2000円ぐらいですね。そしてパナマは通貨がドルなんですけど、ドルを感じさせないほど安いですね。めっちゃ安いってわけではないんですけど、まあ、定食で900円、ニカラグアとかやったら700円ぐらいかなっていうやつが900円ですね。宿に関してはもうパナマがぶっちぎりで安いですね。ドルやのに最低1600円とかで、施設も結構整ってるんで満足できます。でこれは全ての国に言えることなんですけど、市バスだったりメトロだったりの公共交通機関はもうめちゃくちゃ安いです。だいたい100円しない、まあ100円前後ぐらいです。さあ、次に物価が高い国ですけど、これはコスタリカ、エルサルバドル、メキシコです。特にこの中でもコスタリカはほんまに高くて、観光地やったら一番安いぐらいの宿でも4000円ぐらいします。ニカラグア、グアテマラの倍ですね。ただ首都サンホスやったらまだもうちょっと安く泊まれます。料理やったら同じような定食でもニカラグア、グアテマラの倍ぐらいはします。最低 1.5 倍ですね。かといってスーパーが安いわけでもなくて、自炊するにもそこそこのお金がかかります。次にエルサルバドルですが、ここも通貨がパナマと一緒でドルなんですよね。そのせいでかなり高いです。そんな中でもパナマよりも高いんですよね。バスの運賃でいうとだいたい 1.2 倍から 1.3 倍ぐらいです。まあ何せよ今圧倒的な円安なんで、まあそれもあって高く感じますね。次にメキシコですが、もうメキシコってもう先進国なんで何でもかんでも高いんですよね。
メキシコの経済発展も凄まじいですし、かつそれに円安が加わったらもうすごいことになります。ちょっとパサッとしたサンドイッチでさえ400円弱しますからね。まあただ今メキシコ、この前大統領変わってからは若干メキシコペソの価値は落ちています。さあ次は人の感じについて話していきます。まず人がいいなと思ったのはグアテマラ、コスタリカ、パナマの3カ国です。まずグアテマラです。グアテマラは首都グアテマラシティはかなり危険と言われている都市なんですが、人々の感じはとてもいいです。人当たりがとにかくいいんですよね。質問した時とかにもにこやかに答えてくれます。親切です。次にコスタリカ。コスタリカやっぱり治安がいいっていうこともあって人々も穏やかなんですよね。例えば市場歩いてたとしてもめっちゃ声かけられます。どっから来たのとかで、たまにこんにちはって言われたりもします。で、一つコスタリカ人のめっちゃ親切エピソードがありまして、私パナマ行く前にコロンいっぱい下ろしてたんですね。で、パナマの国境で買えようと思ってたらそこ買えられないんだよって言われて、どうしようか、1万5000円ぐらいどうしようかなって考えたら、そこでドルに変えてくれました。両替商より多分レートも良かってそのままのレートで変えてくれたんで、ほんまにありがたかったです。次にパナマ。パナマ人はね、ほんまにめちゃくちゃ親切です。パナマシティに到着してからメトロに乗って中心地に行きたかったんですけど、その時メトロカードっていうのは買わないといけないんですね。で、自動券売機で買わないといけないんですけど、いまいちよく分かってなくて、どうしようかなと思ってたら後ろから声かけてくれて、それも1人じゃなくて3人ぐらい手伝ってくれたんですよね。他にもどこどこ行きたいんだけど、どのバス乗ったらいいのって聞いたら、そのバス来たら教えてあげるからここで待っときって言ってくれたり、もうみんなほんま親切です。他にも他の外国人、まあ、ヨーロッパとかから来た人ですかね、を助けてるパナマ人もよく見かけました。ただパナマ人はグアテマラとかコスタリカの人よりはぶっきらぼうな感じはします。あんまり笑顔はありません。人の感じでちょっと派生して、私が選ぶイケメンが多い国、美人が多い国、可愛い人が多い国を紹介していきます。イケメンが一番多かったのはエルサルバドル、美人が一番多かったのはパナマ、そして可愛い系の人が多かったのはグアテマラです。まあそれぞれの好み直して行ってみてください。さあそれでは続いて最も気になる治安面について紹介していきます。で、今回治安に関してなんですが、その国の中でも治安が良い場所だったり悪い場所っていうのがあるので、今回は首都で比較していきます。まず私が個人的に安全かなと思ったのはエルサルバドルの首都サンサルバドル、コスタリカの首都サンホセ、そしてパナマの首都パナマシティです。サンサルバドルに関しては5年ぐらい前まで5年連続殺人率世界1位っていうすごい不名誉で危険な場所やったんですけど、2019年かな、政府が変わりまして、そっから一気に治安が良くなりました。で、グアテマラとかホンジュラスの人たちも今のエルサルバドルはほんまに安全って言ってますし、実際夜歩いてても結構スマホ触りながら歩いてる人も見かけるんですよね。で、街並みもすごい整ってますし、思ってた以上に発展してます。そして最近治安が改善しているからなのか、割と人々の雰囲気も穏やかです。顔つきも穏やかです。ただそこら中に拳銃だったり大きめの銃を持った警官や軍人がいるので、まあ物騒ではありますよね。続いてコスタリカの首都サンホセもかなり安全だと思いました。コスタリカは軍隊を持たない国として有名でして、実際軍人なんかどこにもいません。で、街並みはまあサンサルバドルみたいに綺麗ってわけではないんですけど、すごい雰囲気は穏やかです。あと普通にスマホ触ってる人もいるので、まあ全然安全なんでしょうね。ただ一つサンホセの問題点として私が感じたのは、結構貧富の差が激しいということですね。物恋の人に声かけられる確率が一番高かったです。そして中米の中でも一番喫煙率が高い感じがして、まあ喫煙ってまあ言ったら嗜好品じゃないですか。まあその辺も富裕層との差が出てるんかなっていうふうに感じました。続いて安全だと思ったのはパナマの首都パナマシティです。パナマシティはほんまにびっくりするぐらいの大都会で、ビルもいっぱい立ち並んでいます。で、新市街は特にかなり安全です。高級車とかも走ってますし、まあ、それこそ外でスマホ触ったり時計だったりをつけてる人もいます。そしてね、公共交通機関もすごい綺麗で整っています。市バスも汚くないですし、メトロも綺麗です。なんならヨーロッパより綺麗なんじゃないですか。そして治安が悪いと言われる旧市街も他の危険都市に比べたら全然安全な方でした。ただ一応ここで注意書きとして言っておきたいのは、どの都市、安全と言われるどの都市でも絶対に危険な地区だったりスラムがあるので、そこには立ち寄らないようにしてください。続いて危険でも安全でもなんかどっちもないなって感じたのはメキシコの首都メキシコシティです。メキシコシティはかなりの大都会なので、まあ、場所によって大きく異なります。ただ中心地であれば結構夜でも人通りが多いですし、その辺は安全ですね。通る道さえ間違えなければ、まあ、襲われることはないと思います。続いて最も気になる危険やなって思った場所です。まずはホンジュラスの首都テグシガルパ、続いてグアテマラの首都グアテマラシティ、そしてニカラグアの首都マナグアです。
まずテグシガルパに関してですが、もう初日から銃声が聞こえましたからね、人生で初めて聞けました。そして中心地に行ってもなんかどことなく雰囲気が暗くて、誰も顔もねなんかこわばってるんですよね。そしてスマホなんか一切誰も触ってません。市場とかも割と汚くてごちゃごちゃしてますし、まあ、人が多いんで殺人とかないと思いますけど、すりひったくりとかには注意ですね。続いてグアテマラの首都グアテマラシティ。グアテマラって結構都市によって雰囲気が全然違うんですけど、グアテマラシティは特に危険だと感じました。すごい言葉では表しにくいんですけど、むやみやたらにスマホとかカメラ出せないなっていう感じの雰囲気でした。そして一つ気になったのが、グアテマラだけ車のスモークがすっごい強いんですよね。外から中が見えないようになっています。これもおそらく危険の証なんでしょう。まあそれでもグアテマラの中でも安全な地区はあります。ジュックは結構高級街でホテルも立ち並んでいるので安全と言われています。一方で第2区と第18区は麻薬絡みの集団があったりするんで絶対行かないでください。ちなみにグアテマラって地方都市はかなり雰囲気がいいので、例えばアンティグアだったりパナハチルなんでめちゃくちゃおすすめです。続いてニカラグアの首都マナグアです。ニカラグアという国は中米で一番貧しい国として知られていまして、実際それは肌で感じられました。なんとなくね、皆さん服もあんまり綺麗な感じではないですし、インフラ道とかもすっごい汚いんですよね。そしてカメラ持って歩いてたらそれほんま撮られるからやめときって実際に言われたり、夜は絶対歩かん方がいいよってこれも地元の人に言われたりと、結構やっぱりほんまに危ないやろなっていう感じがしました。個人的にこの3都市の中で一番危ないかなと思ったのはやっぱりテグシガルパですね。ホンジュラスといえば、まあ10年前に5年連続世界1位の殺人率を誇っていますからね、まあ、最近はややましになってきてますけど、それでも危険なところです。続いて日本人的に一番過ごしやすい場所やなと思ったのはパナマの首都パナマシティです。まず交通網がすごい整ってるんですよね。そしてメトロも市バスもかなり綺麗で、乗車が中米で唯一現金ではなくてカードです。そしてそれらに乗るために Google マップで調べるとちゃんと出てくるんですよね。まあなぜか料金のところは無料ってなってますけど、それは無料ではありません。それだけ伝えておきます。あとは水道水が飲めることですね。まあコスタリカもそうやったんですけど、もう全然普通に飲めます。お腹が比較的弱い私でも壊しませんでした。あとは中米で唯一トイレットペーパーが水に流せること、そして暑い地域であるにもかかわらずあったかいシャワーが出ることです。例えばコスタリカのケポスっていう海岸沿いにある都市は暑いんですけど水しか出ませんでした。さあここまで中米を振り返ってきましたが、いかがでしたでしょうか。ちなみに私がもう一回行きたいなと思ってる国はグアテマラです。グアテマラってほんまに見どころが多い国でして、私は全然まだまだ見られていません。なんでまたいつか来たいなと思ってます。あとはコスタリカですかね。コスタリカには幻の鳥ケツァルっていう珍しい鳥がいるんですね。ただそれがよく見られるのは寒気にあたる12月から4月ぐらいで、まあ、私は6月に行ったんで見ることはできませんでした。というかそもそも見られる場所に行っていません。なのでこれに関しては本当にリベンジしたいと思っています。さあそれではペルーに移動する前に一つちょっとマニアックな情報を共有しておきます。それはスペイン語に関してですね。今回行った7カ国の主要な言語はまあスペイン語なんですけど、それぞれ本当に全然違うんです。今回私個人的にレベル1からレベル5に分類してみたんで、まあ気になる方は見ていってください。まずレベル1超簡単はグアテマラとメキシコです。もちろんそれぞれの国の中でも方言とかはあるんですけど、単語もそんな難しくないですし、発音がだいぶ聞き取りやすいんですよね。わりかしはっきりと発音してくれるタイプのスペイン語を話します。続いてレベル2、簡単だったのはコスタリカです。こちらもそこまで癖はありません。ただ使われる単語がだいぶ違うっていう面に関してはグアテマラメキシコよりは難しいかなという感じです。ちなみに私はコスタリカで好きな単語がありまして、プラビダっていうんですけど、まあ直訳すると純粋な人生って意味なんですけど、ありがとうの代わりに使ったり、全然いいよの代わりに使ったり、去り際に使ったりと、もう汎用性がすごい高いです。なんか素敵な言葉なんですよね。続いてレベル3、まあ普通かなっていうのはエルサルバドルです。こっからね若干癖が強くなります。そしてスピードも速くなります。ただその中でもエルサルバドルはまだ分かりやすい方です。続いてレベル4、難しいはパナマですね。パナマのスペイン語最初聞いた時マジで何言ってるか分かりませんでした。でパナマ人と30分ぐらい話す機会がありまして、まあ、聞いてるうちにだんだん普通に入ってくるようになったんですけど、パナマのスペイン語ってほんまに難しいね、他と全然違うねって話をしたら、僕も他のスペイン語圏行った時割と理解してもらえないことあるよって言ってたんで、まあほんまに全然違うんでしょうね。かなりの早口かつ癖の強いスペイン語です。さあ最後レベル5、激ムズはホンジュラスとニカラグアです。この2カ国はほんま最後の最後まで苦労しました。
なんかね、ほんまにスペイン語話してんのっていうくらい全然違うくて、まあ、単語が全然違うのもそうですし、何にせよスピードが速いです。ちなみにニカラグア人にホンジュラスのスペイン語マジで難かったわっていう話をしたら、あんなんスペイン語ちゃうよって言ってましたね。さあ、これで中米の振り返りは終了します。皆さんどうでしたか？来たいと思われましたか？まあ確かにすごい危険な場所ではあるんですけど、見どころもいっぱいあるのでぜひ来てみてください。それではこれから登場時間までスキップします。さあ、時間になりましたので乗り込んできました。ボゴタからリマまではだいたい3時間ぐらいです。到着は2時の予定なので、まあなんやかんや入国審査とかあったら3時ぐらいに空港出られるんでしょうか。さて、無事リマのホルヘ・チャベス国際空港に到着しました。現在時刻は2時18分です。めちゃくちゃ眠たいです。これからイミグラを済ませて外に出ます。さて、無事入国審査と荷物のピックアップが完了しまして、ペルーに入国です。このホルヘ・チャベス国際空港から入国する際は1年ぐらい前からなんか入国スタンプが押されなくなったようです。とりあえず今日はもうかなり時間遅いんで、ここで一泊空港泊をしたいと思います。さて、これから南米旅が始まります。チャンネル登録がまだの方はぜひよろしくお願いいたします。引き続き橋の旅路をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。